皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、アメリカがロシアに静かなる制裁です。では参ります。遡ること1ヶ月ぐらい前ですね、12月の22日に、アメリカがロシア軍に対して、むちゃむちゃ重要な制裁を静かに静かに観行していたっていう、そういうお話になります。 本日はそれ以外にトピックスとしてお伝えさせていただいて、最後にね、流せるんであれば、ちょっとアンルアの件を流したいなというふうに思います。まずは静かなる制裁からいきたいと思いますが、こちらカツさんですね。よろしくお願いします。これは本当に重要なことだ。タービン潤滑油とタービン潤滑油添加剤への制裁は、ロシアの軍事産生産を大幅に減速させる可能性があるということで、アントン・ゲラシチェンコさんの をツイートというのを翻訳する形で載せてくださってます。今日になってね、少し広がりを見せましたけれども、あんまりね、拡散はされていない。ちなみに KM さんも同じような形で翻訳したものを、ツイートをしてくださってるような状況ですね。むちゃくちゃ重要な気がする。これは。うん。潤滑油と、潤滑油の添加剤なんで、まあ、軍事産業はもちろんなんだけれども、例えば、 えー、石油とかもそうですし、あと普通の、まあ、工場とかでもそうですね。とにかく機械を動かすんであれば、潤滑油って必ず必要になってくるんだけれども、この潤滑油に対してアメリカが静かに制裁対象にしていたっていう、そういう話なんですよ。で、アントン・ゲラシチェンコさんというのは、えー、ウクライナの内務省の顧問をやられてる方なんだけれども、この人がセパっていうメディアになるのかなっていうのを、まあ、そうそして貼っ付けてくれてます。 1>, 1月16日の記事になりますね。で、この記事の中に書いてあるのは、12月の22日にアメリカが静かな制裁化してましたと、これどえらい制裁になりますっていうことが書いてあります。で、本当にこれ重要な気がするので、実際にアメリカがこの制裁を貸したのかどうなのかっていうのを確認しないといけないということで、アメリカの財務省外国資産管理局のホームページになりますね。うん。 ねどういう組織なのかというと、OFAC というらしいですけれども、外国資産管理局は主にテロリストや麻薬密売人などの国や個人グループに対して経済制裁プログラムを管理及び執行していますということで、経済制裁を管理及び執行している組織ということになります。 財務省の1セクションですけれども、歴史は長くて1812年からずっと制裁の管理とか執行しているっていうことになりますので、200年以上のですね、えー、そういうまあ歴史のある制裁管理執行の団体だっていうか、まあセクションだということになりますけれども、ここの12月22日ですね、2023年12月22日のプレスリリースのところに、えー、たくさんの pdf データがくっついているというのがあります。で、今回の対象になるのが、えー、大統領令、EO というのが大統領令なんですが、大統領令14024というものになりますね。14024というのになる。で、これを開いてみると、まあ、pdf でこんなものが出てくるんですけれども、うん。この中に添付資料がついてます。ここですね。はい。というところで、ここにですね、 えー、ルブリ、ルブリカンツっていうのがありますね。これ潤滑油という意味になりますね。ルブリカンツルブリカンツ、えー、アディティーズっていうのが、えー、添加剤ということになるので、実際あります。で、中を見ると、タービンオイル、タービンオイルアディティーズって出てるので、タービンオイルおよびタービンオイル添加剤ということで、実際にアメリカの財務省ですね、えー、が発表しているリストの中に、 ま、本当にありましたっていう、そういう話になります。というところで、12月の22日、もう1ヶ月前ですけれども、ひっそりとアメリカはむちゃくちゃ重要な物資というのを制裁対象にしていた、リストに加えていたというのが判明したということですね。で、えー、潤滑油なので、もうありとあらゆるものに支障を来すということになります。軍事産業、国内の工場もそうだし、あとはエネルギー関連ですね。 え、これはもう機械が壊れてきた時に潤滑意になるとどうしようもないし、創業するのにも潤滑意がないとどうしようもないということになるんですけれども、さすがに、ロシア君、これはまずいぞっていうのは、まあ、だいぶ前に気づいていたというふうに考えられます。一応ね、すぐに制裁の効果があるかっていうと、ロシアも備えをしていましたっていう、そういうお話になりますね。えー、日経フィナンシャルタイムズザワールドという、 ののになりますが、韓国企業ロシアへの潤滑油輸出が急増、軍事転用化っていうのが、2023年7月12日の記事に出ています。えっとね、この記事の中に書いてあるのは、2023年7月の時点で昨年という書き方がしたので、2022年の段階で、韓国からロシアへの潤滑油、自動車用になりますけれども、潤滑油が、 倍以上に拡大していたっていうことですね。なのでもしかしたらロシアは侵略戦争を始める前からこの潤滑油閉じられたらやばいということでかき集めていた可能性があります。これは韓国から倍以上になっていた。116%増しになっていたっていうことなので倍以上ですよね。なっていたっていう記事なんですけども、これ自動車用ということ。おそらく韓国だけではなくて他の国からもかき集めていたんじゃないかなというふうに考えられます。 なので、すぐにこれが効果が出るかというと、多分大量の在庫を今ロシアは持っているはずなので、すぐには効果は出ないかもしれない。しかし、こういう動きが開戦前からロシアであったってことになると、潤滑油だけはまずいぞという認識がロシアにもあったということですね。これが12月22日、アメリカによってひっそりと制裁リストに載っていたということでございます。 やっぱり長期化していって厳しいのはロシア。しかもですね、かなり厳しいぞっていうことですね。軍事産業だけじゃなくてエネルギーもそうだし、国内の工場もということになるので、国内の経済にも波及してくる可能性があるということですね。うん。えー、潤滑油というものがさらにクローズアップされてくる時期というのが、あるかもしれませんので、その時はまた皆様と共有をさせていただきたいというふうに思います。 はい。ではですね、ちょっとウクライナ情勢、ここからトピックスでお伝えをさせていただきたいというふうに思うんですけれども、ちょっとね、現場情報で気になるものがありました。犬のご飯んさんです。よろしくお願いします。えー、また昨日のアウディ湯会のログンの突撃回数は4回とか,かなり減ってます。なんでやろうなという、そういう記事、えー、ツイートがありました。27日土曜日のツイートになりますね。で、4回っていうのはものすごい少ないです。 アウディユーカ、20回ぐらいでも減ったっていう風に言われていたのが4回しかなかったっていうことなんですけれども、アウディユーカ南側の状況は昨日その前の動画でですね、お伝えをさせていただいてますが、北側の方でも、こんなね、映像というのが出てきてます。これ名宝さんですけれども、よろしくお願いします。アウディユーカ北部で放棄されたロシア軍の複数の装甲車両ということなんですけど、おびただしい数の装甲車両というのが、 放棄されてるっていう動画が出てきてますね。で、北側の方でもロシア軍の突撃が一定程度頓挫してます。むちゃくちゃゾンビ突撃を繰り返したんだけれども、えー、それほどの効果はやっぱり出てなくて、ウクライナはよく守っているんですよ。その上で突撃回数がぐんって減ったっていう、そういう情報が出てきているので、もしかしたらロシア軍がさらなる増援というのをアウディウカに 向けて、再編成をしている可能性があるということが考えられますね。ちょっとあまり良い,い予測ではないんですけれども、3月にね、やっぱりロシアの大統領選挙があるので、プーチン容疑者がそこまでに何かしら国民に宣伝できる成果というのを欲しがっています。そのためにロシア人の命というのをですね、戦場でも投げ捨てるような行為をずっと繰り返しているわけですけれども、さらに激しい攻撃がある可能性が、 あるということですね。ちょっとアウディーユか動きがあったらまた共有をさせていただきたいというふうに思います。では次のトピックスなんですけれども、日経新聞から行きましょう。ウクライナ支援、減額せず、ルクセンブルグ副賞ということで、えっ、ー、とね、ルクセンブルグっていうのは、ベルギーとドイツの間ぐらいにある小さい国ですよね。60万人ぐらいしか人口がいないんだけれども、一人当たりの GDP が世界一っていうわけのわからん。 国になりま,すまあこれはですね、あのー、外の国から働きに来ている人がたくさんいるので、そこでまあ底支えされてるみたいなそういう国になるんですけれども、実にですね、えー、自国の GDP の0.5%かな。うん。ちっちゃい国なんだけれども、割当てで言うと GDP の0.5%もウクライナ支援に回してるっていう国なんですよ。かなり負担としては重たいですよね。 その国が減額なんかしませんぜっていうことを言ってる。で、この記事の中に書いてあるのはもういい加減にしてくれって思うんだけれども、えー、こう日経新聞ですね。欧米で支援疲れの動きが一部見られる中、足並みを揃える必要性を訴えたっていう書き方をしているんだけれども、えー、欧米の支援疲れなんてありません。アメリカは議会が止まってるから、まあ100歩譲ってアメリカが支援疲れみたいな言い方はできるかもしれないけど、ホワイトハウスは支援したくてしょうがないんだから。 で、その上でなんで、えー、大手メディアが支援疲れという言葉を使うかっていうと、実際支援が止まっているから使ってくるっていうことになるんだけれども、実際支援が止まっている、その機構的な、組織的な部分と、支援疲れって全然違うと思うんですよ。で、この支援疲れの記事の中で理由で書いてあるのが、ハンガリーによって、えー、 ヨーロッパの支援も止まってるって書いてあるんだけども、ハンガリー一国ですよね。オルバンさんがコーヒー飲みに行ったら支援動くんだから、そんなもん支援疲れって言うわけないじゃないですか。で、その上で、ドイツ、イタリア、えー、イギリス、フランス、そう、バルト三国、ポーランド、いろんなところが支援の今回増額っていうのを発表しております。で、続々と支援も、おの物資なんかも発表してるような状況なんですね。どこにを見たって支援疲れなんか欧州にはないわけですよ。ハンガリーが止めてるっていう一点だけで支援疲れっていう単語、 あの、言うのやめてくれっていうのを本当思いますね。その上で、ルクセンブルクという小さな国ですけれども、GDP の0.5%を使っている、それでも減額しないっていうことを表明しているということですね。逆に、欧米のウクライナ支援に対する決意の強さが現れているっていうことですね。支援疲れとは全く真逆の動きが、 起こっているという、そういうお話でございます。はい。というところで、本編はここまでということで、流せたら流したい情報はアンルアでございますね。CNN から行きたいと思います。はい。イスラエル攻撃関与疑惑のアンルア欧米から資金停止相次ぐということなんですけれども、まずね、資金停止っていう言葉が出てるんだけれども、これね、資金の一時停止が相次いでますっていうことです。 ちゃんと操作するまでは一旦停止しますねっていうのが相次いでいるっていう、そういう話になります。なので、欧米の国々がアンルワという組織に対して見下り判をつけたかっていうと、そういうわけではないっていうところですね。で、アメリカを皮切りに、えー、カナダ、イギリス、イタリア、フィンランド、オーストラリア、スイス、オランダ、ドイツなど、早々たるですね、資金提供国が一時停止を発表しました。ちなみに日本は、 え、資金を提供するって閣議決定をしました。これにも今賛否両論あって、このような状況で、何ていうんですかね、まあ、敵か味方かみたいなまた議論がドバーって巻き起こってるんだけれども、当チャンネルをご覧の方には、この情報というのが日本の安全保障 状況にとってどうなればいいのかっていうところで考えていただきたいな。そういうまあ思考の強さみたいなものを持っていただきたいなという気がします。まずこの情報から言えることなんですけれども、なぜ大事になっているかというと、イスラエルが、えー、アンルワの職員が10、10月7日の、まあ、テロ攻撃に関与してたという情報を国連に出しました。で、それによって12名が関与しているっていう疑いが濃厚になったで、 アンルワサイドとしては、この12名を解雇処分にした上で捜査をするっていう発表をしてるんですね。解雇処分にしてからの捜査なので、かなり濃厚な資料が出されたということになります。この上で言えるのは、まず、えー、国連のアンルワという組織ですね。これはパレスナを支援するための組織ですけれども、ハマスに乗っ取られてはいないということが逆に分かったということなんですよ。なぜかというと、捜査に乗り出したので、動いたので。 乗っ取られてはいないということなんだけれども、容易にハマスがですね、勝手なことをできるようなガバナンスの弱さがあった、組織としての弱さがあったので、ここを直さなければいけませんねっていう話が出ているということです。じゃあ、どれぐらい弱いかっていう話なんですけれども、12名がただ単に関与していただけではなくて、 え、国連の車両とかね、施設まで使われていたということ。なので、組織的な関与すら疑われているような状況なので、このガマナンスをギュッと引き締めましょうねっていう話になる。で、引き締めないと、使ったお金がテロ、テロに流れるといけないので、えー、一部の国々というのが、資金拠出国が一時停止をしますっていう発表が出てるのが、現在地っていう。 そういう状況になります。じゃあこの状況が日本にとってどうなればいいのかっていうことなんですけども、今回出ている情報の中で我々が一番着眼しなければいけないのが、ハマスがやっている増教育になりますね。特定の国とか宗教とか民族を憎悪するように小さいうちから えー、洗脳教育をするっていう映像がたくさん出てきています。で、これが絶対にやっちゃいけないし、こんなことをやる組織にお金が渡ってはいけないということが、国際的な世論として巻き起こることが、日本にとっては非常に重要です。なぜかというと、ロシアも北朝鮮も中国も造教育やってますよねっていう話なんですね。で、独裁国家にとっては、この一般民主を洗脳するっていう行為がものすごい大事です。 なぜかというと、独裁国家のような集団というのも必ず政策的なミスをします。その時に国民の批判が自分たちに向いてきた時にポチッとスイッチをしたら、その怒りというのが他に向くようにしたいわけですよ。こうやって独裁体制という自分たちの体制を維持したいわけなんですね。うん。そのために必ず国民を小さいうちから、まあ、洗脳するわけです。中国であれば日本を敵視させる。北朝鮮も同じですね。 で、ロシアっていうのはアメリカとか、まあ、イギリスも大嫌いなので、えー、とかが、あの、陰謀だってことを絶えずやるわけですね。で、こういう、えー、洗脳教育っていうことをやってるっていうのは、そもそも国際社会が脳を突きつけなければいけない。造教育なんていうのは、この世に地球上にあってはいけないんだっていうことをですね、国際社会の声にしなければいけない。うん。その、お、最初の地点になるようなですね、実はそういう情報でもあるというところは、まあ、日本人としてはですね、えー、着眼をして、 行くと、まあ、こういう情報に対して非常に強い思考力がついてくるのかなという気がします。うん。というところでですね、当チャンネルをご覧の皆様には、ちょっとね、外野で怒っているというか、まあ、その SN、SNS みたいなところで怒っている見方とは違う見方をね、えー、していただけると、非常に嬉しいかなという気が。 します。まあ私の個人的な見方なんで、共感していただける方っていうのは、そういう目で一旦見ていただければな、というふうに思います。はい。というところでですね、まあ流せたら流しますという情報だったんですけれども、うん、中東情勢がね、かなりセンシティブな情報に今なってます。で、コメントの中にもなんで中東の情報を流さないのっていうコメントありましたけれども、あのね、やっぱりね、審査が通らないんですね。で、通らなくても、 あの、広告抜きで流すっていうこともできるんだけども、それを繰り返していると、どん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 このチャンネルの中ねランクが下がるみたいなイメージがあって、どん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 引っかかるようになります。ってことになると、流せない日が出てくるんですよ。で、えー、実はですね、あの、これご覧になってくださってます。広告がつきます。えー、収入があります。それ会社に入ってくるようにしてあるんですけれども、それでウクライナ支援をして、 います。で、現在、自分の個人的な、えー、まあ、経済状況ってみんなあるじゃないですか。直接ウクライナ支援ができないけれども、応援してるっていう方いらっしゃると思います。でも、このチャンネル見ていただいたら、必ずそれがウクライナ支援になるような仕組みになってます。うん。で、私もですね、あのー、今皆さんの力を借りて一緒に支援できてますけれども、東日本大震災があった時に、マジでお金なくて、えー、支援がね、あの、十分な支援ができませんでした。 でも、同じ日本人が苦しんでる中、自分のまあ、その飲み食いが苦しいなんぐらいでね、支援しないなんてこともできないので、コンビニに、あの、募金箱があったじゃないですか。あそこにコンビニのお釣りを入れてたんですよ。もう本当ね、十恥ずかしいんだけど、10円とか、もう10円以下とかのお金もそうですけれども、っていうお金を3年間かな、ずっと入れ続けるっていう形の支援の仕方をしてました。それでもね、本当にすいません、すいませんと思いながら、お金をね、 入れ続けていたのを覚えてます。なので、現在、日本の安全保障に一番関係しているというふうに考えられる、このウクライナの情勢で、ウクライナをね、日本のためにも支援するっていうスタンス、これがこのチャンネルで、皆様のお力でできているというような状況ですね。ちょっとこれを守りたいというのも含めまして、まあ、あとは YouTube さんのルールというのを、 ガチガチに守っていくっていうところでもですね、ちょっとご了承いただきたいなというふうに思います。えー、というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。